ネイチャー恵子のザ・ど田舎生活。2022年2月28日夜中の12時36分8分7分です。もう眠いのと風がピューピュー言ってるので、もうテントに行きたくてしょうがないという感じでテントに行きます。風さんがピューピュー吹いてますからね。手袋持ってた方がいいですかね。ちょっと足元は薄着です。おお眠いから行くって言ったんだけど、楽しくって目が冴えてきちゃうね。はい、あ、反対側にするとあれかな、照明つくんだったっけな。照明つかないと外はいけないと思う。はい、じゃあ行きます。お、こんな感じになるんだ。はい、湯たんぽさんも久しぶりに用意しました。風さんがピューピュー鳴いているのじゃよ。よいしょ、シャ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 。あれ、雪が落ちてきたら大変。今の時間はない。でも夜中、朝方はね、バタッと落ちる。気をつけないと。あれに落ちたらやっぱそれで死んじゃうらしいよ。ああ、お久しぶりね。風がピューピュー鳴いていますが、そうでもないですね。よっ、もうこれ取れちゃうからね。あ、風さん大丈夫？あ、飛んでっちゃう。あ、嘘。どうしたの、カラスさん。待ってたよって感じですか。待たれても。これ飛んじゃったからさ、もういいっていう感じで。あ、息がキラキラ光っている。はい、では3月1日から一番上の太いやつ、あの厚いやつ、布団は取るとか言ったけど、厚い布団、毛布は取っても厚い布団はどうなのよって感じですよね。よっ、あら、ここがいまいちね、片手では難しいんですよ。よっ、ちょっと噛んじゃうのね。じゃあまた置くか。先にどうぞ。久しぶり、一日ぶりだね。よいしょ。風さんがピューピュー吹いてる。ただいま、ただいま、ただいま、ただいま。昨日はごめんね。よいしょ。眠い。昨日あんまり寝てなかったのかな。もう分かりません。あ、風さん来ましたね。風さんがピューピュー来てますけど、あれ、あれ、ビニールどこ行っちゃったかな。よいしょ。外に出しとくと。思ったんだけどさ、今日は久々に湯たんぽさん、湯たんぽさんを持ってきたよ。あ、なんか雪が溶けていく感じはちょっと寂しいですわね。え、皆さんにとっては雪かけがなくなるからいい感じでしょうけど、かといってね、雪、ここから雪がなくなったら流氷祭りもないし、カニさんとかも
ね、毛ガニさんとかはだって流氷とかが来て寒いからいいんでしょ。あら、ちょっとということは必要だからね、雪も。夏はまたね、涼しくていいんですよ。っていう部分で、ほんと紋別はね、最高なの。で、思ったの。羽田からね、空港あるんですよ、ここ。で、羽田から、まあ、2ヶ月前だと片道1万3000円ぐらいかな。で、風さんね、でも2ヶ月前は予定取れないじゃない。だ、正規料金は片道4万7千円なんですよ。でも考えてみたら交通費はさ、だからそれだけ頑張って仕事をしてちゃんと経費で落とせばいいわけじゃない。ね、ホテルにだって泊まったってさ、そこそこのホテル泊まったら一泊何万もするじゃん。ってことで切り替えた。で、あと、なんか今は飛行機乗んだ方がいいかなとかさ、いろいろフェリーにしようかなとか思ってあれだけど、考えてみたら旅好きなんだし、遠いと思うから遠いし、めんどくさいと思うからめんどくさいわけだから、全然で、最終的には羽田から乗っちゃえば1時間半ぐらいで着いちゃうんだからね。物の考え方だなと思って、はい、東京はうんと思うけど、その自分のこうなんて、一番どこを目指すかっていうところに日記さんを目指すと思えば、まあ東京っていうか、自分で東京に住もうとは思わないけど、日記さんと仲良くなるようなことがあればそこかなとかさ、いろいろ考えました。あ、眩しい。精霊たちも微笑んで無償の愛受け止める、無限の愛受け止める、ネイチャーリスト。はい、やっぱクリスタルボールもね、やっていただきましたからね、これはもうこっちで寝ないとっていうところで、まあ、何も決めない、完全なる自由なんだから、ね、何も決めない、で流れる。そうそう、だからコロナとかなかったらイメージ的にはもう、はい、今日中国、今日どこどこっていう、だからなんか制限をかけずに、めんどくさいと思わずに、まあ、めんどくさいと思わないんだけど、なんかそうそうすぐには帰ってこれないかななんていう気になっちゃって、ちょっと寂しいなとか思ったんだけど、遠くはないわけよ。だって狭い日本の中なわけだから、九州から北海道だってね、2時間ぐらいで飛行機で行っちゃうわけですから。その感覚をまず取っ払うっていうところで、今日も楽しく素敵な夢を見たいと思います。ありがとうございます、すべての、お、風さん、存在思い出たち今になってつながりが見える。はい、今の時間じゃないな、今のこっちか。今の温度はマイナス、そうでもないですね。マイナス1、2、3度ぐらいですね。マイナス3度だと思います。おはようございます。おはようございます。
。今見たら8時47分。2022年2月28日、2月の最後の日です。結構風がね、さっきからテントが、これ夏用のテントなので、ここがメッシュなんですよ。で、サラサラパラパラ、音で起きました。昨日は何時頃だっけ ?2 時ぐらいだっけな。やっぱり風の音で、ああもうテントテントと思ってきました。3月1日明日からこの厚い布団を取ろうと思ったけど、ちょっとまだ無理そうですね。あー気持ちいい。もうやっぱりさ、そういろいろありましたね。明日から3月1日から8までって言ったかな、ものすごくいい、私そういうの分かんないんだけど、なんか新しい、なんか自分を見つめ直すのにはいい時らしいですよ。占いとかね、そういうの私は全然やらないんですよ。だけど結果的にはね、なんか後付けでへーって感じの。そう、あと風すいてたから、あ、雪も結構降ってたんだ。なんかね、雨みたいにね、音がしたの、雪の音で、すれば風が吹くからサラサラでこうやって落ちてってた。うん、結構楽しい音だった。ホームページをやろう。あと実質的には3月途中行くから、ほんと実質的にあと2週間ぐらいの紋別です。奈良に行く荷物も作んないといけないしね、いっぱいやることあるね。4月の7ぐらいには旅立つ。あ、8がいいな、ほんとは8がいいね。でも7かな、8だと、お釈迦様の誕生日ね、うん、ということで2月の最後の日、よいしょ。あったかいと思うよ温度。ほらテントの中12度。もうさ、上行ってもさ、部屋の中行ってもさ、あれなんですよ、もう寒さに強くなったから、ちょっと暖房とかもさ、暑いとか思ってさ、人間ってすごいね。だからあのチベットとかのさ、ああいうとこの寒いところでもやっぱり慣れちゃうんだろうね。はい、こんな感じです。今日の、あ、ほら雪降った後に綺麗、ちょっと曇りですね。テント開けた瞬間にヒヤッとしますね。曇りっちゅうですね。もうちょっとしたら行こう。ありがとうございます、すべての存在、思い出たち、今になってつながりが見える。この動画は2、3回歌ってるけど、皆さんもぜひありがとうございます、開運ソング、短いフレーズでも歌って開運してください。あとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。よければいいねも押してください。久しぶりに言いました。はい、良い一日をお過ごしください。バイバーイ。